国道5号は北海道函館市から札幌市中央区に至る一般国道である。北海道では唯一の一桁国道である。函館市おしゃまんべ町館では北海道縦貫自動車道黒松内町札幌市間では北海道横断自動車道のルートがこの道路に並行しており、函館市七重町間森町おしゃまんべ町館、 小樽市札幌市間で、それぞれ共用している。なお、このルートは、函館市札幌市間の最短経路ではなく、途中、おしゃ部町から、札幌市まで国道230号を利用するルートが、最短となる。高架の札孫自動車道と並走する国道5号、小樽市、超ストンネル手前小樽市内、潮見台バス停付近国道五号起点標識函館市から、 七江町の赤松並木のあるあたりの国道5号は札幌本道を現在もそのまま使用している区間である。この赤松並木の保護と自動車交通量確保の両立を目的に赤松並木道の東側には並行する自動車専用道路の函館振動が建設され2002年3月に暫定に車線で全線共用している。 主なトンネル、新後書ろトンネルが2018年3月17日に、開通して振動に切り替わり、急道にあった下の2つのトンネルは廃止。新塩谷トンネルが2021年3月20日に、開通して振動に切り替わり、急道にあった下の2つのトンネルは廃止。道の駅原道と東総合振興局、尻部市総合振興局、石狩振興局。 箱館振動と闘争合振興局、ありがとうございます。